どうも、しげしげです。本日も無課金サバカシゲパズやっていきましょうということで、本日は極連の闘技場発売期間なんですけれども、ランク戦行くと言いました。そして今960です。そしてあと4日です。で、まあこのタイミング、このランク帯でですね、ついにループしなくなりました。まあちょっと前からそうなんですけど、これまではね、2回クリアしたらもうランクが上がるからスタミナが全回復して、3回クリアしたらもうスタミナ全回復して、ランク上がってスタミナ全回復してっていう感じでこうループしてきたんですけど、それがもうね、石を使わなければ、上がらないところまで来てしまいましたと。まあこのタイミングではね、今1回入って、まあよくて500万入ったとしてもあと175万ということでランクアップしないんですよ。いやー、ついにここまで来てしまいましたかという感じで、まあ960、こっから先がだいぶ苦行だな。石もやっぱり無課金なんで、すぐパッと獲得できるわけじゃないんですよ。で、今ちょうどね、クエストダンジョンが来ているから、今なんとか持ってますけど、8周年でもうちょっと配られないかな。どうなんだろうな。まあその辺も楽しみにしながらね、今はちょっとランク上げに石をガンガン使っていきたいと思っておりますっていう報告です。で、あとはこの動画の最後というか、これクリアしたらですね、ボックスをちょっと見ていただきたくて、というのもかなり本当にこのイベントは神イベントで、かなり育成が図っておりますので、ちょっとね、皆さんに進捗をお見せしないと一気に置いてかれてしまうことになってしまうので、まあそれはね、シゲパズは一応日記としてやっておりますので、ちょっとね、そこは進捗の報告を挟ませてください。あー、ライブ消しちゃった。まあいっか、使っちゃいましょう。1番本来ここで使うはずではないんですけど、皆さんはどんな感じのパーティーで周回しておりますか？なんか簡単でいいので、僕は何パだよとかあったらぜひコメント欄に書き込んでてください。あ、ラッキー、闇来たからこれで、はい、で次1番使いね。いやー、とてもいいイベントですよ、これは。本当にもう一回来てほしい。なんなら延長してほしい。延長お願いします。これ全部つなげして、はい、で最後最近って終わりなんですけど、なんかのバグで600万ぐらい経験値入んないかな。入んないか。まあ片方サレーニにする編成とか徳川にする編成とか今いろいろ出回ってるんですけど、やっぱりね、どの編成もね、僕のボックスではまだ組めないんですよ。まあそんな感じで、またね、スタミナこれはさすがに回復するのもったいなさすぎるので、あと93回復するまで今日は何もできません。まあそんな感じでボックス見せていきたいと思います。はい、前回お見せしたのはまあ武器庫だったんですけれども、こんな感じです。もうほぼほぼ作れるものは作っておりますっていうのと、先日、まあ動画にはしてないんですけど、裏営業をね、クリアした時にたまたまガスロをゲットできまして、ガスロの武器作ることができました。これも育成済みです。で、限界突破こちら見せていきましょう。まず火属性こんな感じです。いやー、いいね。正直どこで使うんだって子とかもね、ランポチャッコとかもね、レベル110にしておりますよ。やっぱり持ってるキャラは全部育成したいなっていうのがあるので、それがもしかしたらこのイベント期間中に叶うかもしれないので、だからこそこう熱が入りますよね。育成を追ったら何しよう、このアカウント。はい、水属性でーす。要とかいるんですけどね、なかなか使うパーティー組めないので、武器にしちゃってもいいのかな。80倍上強化とスキブ、最近スキブ武器の重要さが露骨に出てきてるので、まあ、変身キャラだったりで、はい、で貴族性こんな感じでーす。まあ正直ね、使ってないモンスターたちの方が多いんですけど、まあそうだな、なかなか難しいよね。このディアンヌ3体とかも
一応育てたけどさ、使ってないよ一回も。マルチもそんなしないし、する端末ではないので、なんか花火パリンパリン集会とかもしないし、いやもったいないな。はい、で光属性です。光属性は本当にやっぱりね、アリスをゲットしてから気合を入れ出しております。いやとてもいいですね、とてもいいですね。見栄えがとてもいいですね、光属性って。やっぱり可愛いキャラも多いし、何より強いし。はい、で闇属性こんな感じでーす。闇もまあ比叡を持ってたりして結構いい感じで、椎名はなぜか出まくってるので、まあ、全部育てております。スキルは上がってないかこの子は。でブラゴもなぜか5体作ってます。ブラゴもうちょっと強くなんないかな。使いたい気持ちはあるけど、さすがにリーダースキルも弱いし、覚醒も弱いし、なかなか。でバクラもいるんですけど、ネネも遊戯も持ってないから、どこで使おうかなっていうのはありますね。ちゃんと武器も育ててあるんですけど、ああそれこそもう一体ガスロ引けたらガスロパーティーで入れればよかったのか。むしろバクラをリーダーに、バクラも一応リーダースキルで毒ダメージ無効化ついてるからね、なかなか考えて使いたい気持ちはあるんですけど、はいこんな感じです。で110が終わって、育成待ちが、光がこれだけいるのと闇がこれだけいるのと、あとレベル100のがこんな、これぐらい、ちょっと火水木闇で、あとスーパーノエル待ちがこれだけいますと。結構いますね、まだ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 いるんですけど、一旦この限界突破してるキャラたちはレベル110にはできるんじゃないかなと思っております。でこっちは限界突破もしてないキャラたちですね。こんな感じです。はい、まあ、ボックス1000でやっていて、今989、まあいろんな素材の余りとかがあるので、これ整理すればもっと開くんですけど、まあ徐々にね埋まりつつあるこのボックスなので、まあもしかしたらこの今このイベントで育ててきたモンスターたちも、もしかしたら売却してしまうタイミングもあるかもしれませんが、一旦ねランク1000っていうのとボックスのキャラの育成を終わらせる、ここを今重要視してますよっていうご報告でした。ということで残り期間あと4日なんですけど、やれるだけやりたいと思っておりますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価ぜひぜひよろしくお願いします。さよなら。